どうもこじれです。今日はですね、ナイジェル・ケーボン×ロッキーマウンテンフェザーベッドの DSS1969 を紹介したいと思います。私がこの商品のことについて少し話した後にコーディネートを2パターンと42、44の2サイズを着用しサイズレビューする動画の内容になっているのでお時間ありましたらぜひご覧ください。このアイテムの販売ページは概要欄とこの右上にリンク貼っていますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いいたします。また当店は神奈川県小田原市にお店を構えております。小田原に遊びに来た際にはぜひお店にお立ち寄りください。皆様のご来店心よりお待ちしております。では早速行ってみましょう。はい、今回紹介する DSS ダウンショートシェルは今期のコラボアイテムで目玉の一つです。今回の企画でリリースされるアイテムは数型あるんですが、当店はこのね、DSS をセレクトしています。古くからの友人であるナイジェル・ケーボンさんと35サマーズの寺本さんとの関係性と、ブランドの周年に合わせたスペシャルコラボ企画になります。このジャケットに関しては、1970年代頃に発売されたスキージャケットを忠実に再現したアイテムだそうです。ヨークとエルボーパッチで使用されているのは革でして、革の自然な風合いを残すことと、耐久性を上げるという目的でタンニンとクロームで、なめされた革を使用しています。表地と裏地に関しては、オリジナルの70デニールのナイロンタフタを使用していまして、当時のヴィンテージを研究し、再現することで軽量かつ保温性に優れた素材で表面上は構成されています。そしてまた中身の方ですね、中身の方はヨーロッパ産のダウンを使用し、そのダウンにはね、保温力を維持するために、撥水加工を施しています。90% ダウン、フェザー、10% フェザーの構成になっていて、700フィルパワーの羽毛を採用しているので、防寒性、耐久性、保温性、撥水性などを兼ね備えた規格になっています。はい、といったところがね、このアイテムの特徴かなと思います。はい、当店としてはですね、毎シーズン、何かのブランドさんで、ダウンをね、セレクトするんだけど、今期はね、このダウンがね、個人的には良かったですね。ナイジェル・ケーボンのね、製品との相性はもちろんだけど、デニムとのね、相性も抜群だと思いますし、1970年代の珍しいヴィンテージから企画が始まってるとのことだけど、この、身幅広めで丈短めの形っていうのが、今の現代にもね、ハマるような気がしています。現代のね、このニーズ、形のシルエットのニーズにハマるような気がしてます。はい、でね、ラインナップで、ダウンベストの企画もあったんですけども、ダウンベストっていうのはね、他社さんでセレクトしていたりっていうのもあったので、今回はやっぱこのスキージャケットの、再現を、セレクトした形になります。はい、カラーリングもね、合わせやすいネイビーなので、提案しやすいので、割とね、即決でセレクトを決めていたと思います。はい、ですので、ナイジェル・ケーボン、ロッキーマウンテンフリークの方にはね、もちろんですけども、アメリカジジャンルの方にもね、ぜひチェックしてみてほしい一品です。はい、そんな感じで続いてはコーデとサイズ感へ行ってみたいと思います。どうぞ。Thank you.
はい、まずは42を着てみました。こんな感じです。はい、私の体のスペックとこのジャケットの寸法はこちらに載せておきます。はい、で42着用してのレビューなんですけども、今袖丈はですね、ここに一つ目のところにボタンを留めている状態で少しゆとりがあります。ゆとりがあるので、まあ、全部ストンと落ちちゃっています。その中で、長さっていうのはもう指が少し出るぐらい、もう完全に手のひらを覆っている状態なので、まあちょっと私にとってはちょっと袖丈は長いなっていう感覚です。ただ肩に関してはちょうどいいっていうところなので、ここの調整、ボタンの調整をすればまあいける長さに調整できるのかなというふうに思います。まあ、多少引っかかってるっていう感じなので、ここら辺で、はい、引っかかってます。まあ、その分少しねたるみは出るんですけども、まあ、こんな感じのサイズ感、長さになってます。で今私、T シャツを1枚下に着ているだけになるんですけども、身幅に関してはゆとりありますね。はい、結構ゆとりあります。なので全然着込める、ゆとり、はまだまだあるかなというふうに思います。で、まあ、それに対して丈の短さっていうのが、まあ、この形の特徴なのかなというふうに思いますね。まあ、強いて、まあ言うならば袖丈が一番長いかなっていうところですかね。はい、まあ、そういった形の特徴になるので、私のような体型の人が42をチョイスしてもまあありなサイズ感ではないかなというふうに思います。少しゆとりを持って着たいんだっていう方であれば、悪くないサイズ感だと思います。ただね、ここのボタンをね調整する必要性が出てくるかなっていうところだけだと思います。はい、そんな感じで続いて44いきます。はい、次は44です。こんな感じです。はい、44もですね、今同様に、1個目のところでボタンを止めているんですけども、袖丈は、先ほどと42とそこまで変わらないのかなっていう感じです。ただ肩幅は多少落ちているっていう感じなので、まあ、少し変化があるかなと思います。で、多分着てみて感じるのは身幅がまた大きくなっている感じがします。ここの変化が一番大きな変化なのかなっていう感じですかね。はい、まあ間違いなくちょっと私の体型だと大きい、形サイズ感なので少しね参考にならないかもしれないんですが、まあ、私より体型が大きい方がねチョイスするサイズ感だと思います。はい、まあ全体的に丈は短めで身幅は広いっていう感じで、それでまあ袖丈も割と長めな設定ですよっていうところがこの形の、特徴だと思います。はい、それでまあこの2サイズ着用してみて感じるのは、ものすごく温かいです。T シャツ1枚下に着ているだけなんですけども、もう現時点でかなり体が、ほかほかしています。まあ、やはりダウンだなっていうふうに思いますね。まあ、なので下に、シャツだったりスウェットだったり、まあ、着込んでいけば、まあ、真冬の寒さっていうのは全然しのげる、暖かさなのかなというふうに感じます。はい、そんな感じで続いては2サイズまとめた動画流します。どうぞ。はい、ここまでご覧いただきありがとうございます。このアイテムの販売ページは概要欄とこの右上ですねにリンク貼っていますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いいたします。今回と同様の動画構成で当店が扱っている別の商品も紹介していますので、終了画面の再生リストから、ご興味あるものがありましたらぜひそちらもご覧ください。はい、本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。